地方公演の本番をあさってに控え、仙台へやってきた。はるかたちとは後で合流することになっている。くわ、二人っきりでお出かけですか。それというのも、いおりにエミリーと二人で観光する時間を作ってほしいと頼まれたからなんだけど。仙台の後のいおりはさ、ちょっと油断をすると伊達って読むね。かわいい、かわいい。ウキウキしてるエミリー、かわいい。ああ、かわいい。ウキウキしとる。はい。これはエミリーの分。はい。こっちはあんたの分よ。私も耳音ですね。伊織政宗。そう。こちらは、もう、安土桃山時代の建築なんだそうですよ。仙台の後に伊織が出てくると、伊達って読んじゃうのよ。まだ向こうにいるな。劇場は、やっぱり、落ち着きましゅう。かわいいでしゅね。その通りね。ふぅ。ということで、次で一旦100だね。OK。では100連目引いていきたいと思います。さあ、ほい。うん、各編が待ってなんかおかしくない？ねえ、なんかおかしいよね、私の今日のガチャなんだそれちょっと待って、下段金ってどういうことチェスかな。ちょっとなんか今さ、あのなんか、あの上と下でさ、チームが分かれてるカードゲームみたいなさなんか完全にさ、チーム分けされたよねびっくりした今。あー、こんにちは。こんにちは。エミリーの最上静香です。しっかり見とけよ。うん、カメラは、あ、これか。ジュリア、ノマさんはこっちだよ。ジュリア、ディズイルとしては久々だけど、うん、みんな元気だったか。元気だった。応援サンキュー。うー、ありがとう、サンキュー。初めてのやつもきっとうるせえ最後まで見て。ノマさん、これゲームのコミを読むテンションじゃないよ。うーもし時間があるなら、シホも一緒に。シホちゃんに続いてこの気持ち悪い声はノマさんの推しだかなってたくさん食べそうだから多めに作らないと。くぅ、美味しかったらいっぱい食べちゃうかも。悲しほう。野菜はどれがなりそうだな。スパイスの方はどうだろう。見に行ってみるか。あー、ギリ致命傷で済んだ。ビルブに抜かせないとは。松田、わかるぞ、わ